家主同居型民泊ホストのゆきこです。素晴らしい季節、 The most wonderful time of the year っていう、歌がありますけども、一番素晴らしい季節っていうのは、厳密に言うとこれクリスマスソングだか、クリスマスだけですかね、それとももうハロウィンが始まる、ハロウィンを楽しみにし始める、10月上旬からか、ちょっとそれ分かんないんですけども、私20年近くアメリカに住んでいて、つい最近気がついて、気がつくの遅すぎんだろうっていう感じなんですけども、このホリデーシーズンを嫌がる人、嫌う人も多いってことで、素晴らしい季節、ムカつく季節、そして危険な季節っていう風に、ビデオを作りたいなと思います。こっちに、かぼちゃとかまだありますけども、素晴らしいのは、私も、うちの近所が、厚木基地、米軍の厚木基地の近くだったので、子供の頃はそれは、楽しかったんですよね。10月のハロウィン、11月の感謝祭で、12月とで、1月の、お正月は日本のお正月の方が、もう見栄えもして、素晴らしいですけども、だけどこの10月11月12月ってもうずっとしているともう飽きてくる。で、そうですね、このビデオ、素晴らしい季節の解説で、ムカつく季節の解説で、最後危険な季節って、でそのムカつく編ですけども、家族親戚とか友達とか、そういう人たちと集まると、無神経な質問を、されたりやなんかしますんでね、それが嫌だなっていう人も多いでしょうし、で、集まりとか、いつもうちでやってるのにとか、あの人は来るだけで呼んでくれないとか、なんかそういうことを気にし、私は気にしますからね、見返りを求める人間なんでね、私は。で、あと危険な季節っていうのは、事故と犯罪が増える。で、身近な話でも、うちの近所の人、近所っていつ、どこに住んでいた時の近所ってことは言わないですけども、10月11月に、その飲酒運転に、飲酒運転とか、それに類、ちょっと付随したなんかの、ありこれ、警察のお世話 に、2回3回とか、そういう人も実際近所にいましたし、で、テレビとか見てても、キャンパスとか教会とか、銃の乱射とか、そういうのもあるし、で、ショッピングモールだと、スリとか、そういうこととかも心配。じゃあ家にいたら大丈夫かって思えば、家にいたとしても、留守だと勘違いされて、空き巣の人とか、いつ来てもおかしく、いつ来てくださっても、おかしくないなっていう、そういう感じなんで、危険な季節なんだなって、ちょっと、ちょっとね、がっかりというか、私は典型的な日本人っていうか、治安の悪い国とか治安の悪いエリアで、なんかこう日本人はぼーっとしてるだの、
なんか、防犯意識があんまりないとか言われますけども、まあ、じゃあ私はそういう防犯意識がすごいあるかっていうと、まあちょっとそれは分からない。まあでも、まあ、カバンとかこう首からかける、あの片側だけじゃなくてこう、まあ、例えばあの紐が左の方に来て、でカバンの本体は右の方に来て、そうにやってはいますけど、だけどアメリカ人とか見てると、あの首にかけないでも本当に肩にかけてる人とかいっぱいいるんですけどもね。で、まあ危険な季節ということで、あのまあ私もあと1年ぐらいで渡米して20年目ぐらいになるんですかね。で、まあその中で危険な目っていうと、あのまあミシシッピを出る、まあ、あのまあ最初ミシシッピに住んでて、そこから出る時にあの西ナイルウイルスっていうのが流行りだしたんですよね。で、で流行りだした時に、まあ、私たち引っ越ししてメリーランド州に来て、でそしたらあの、まあ、連続射殺の事件が割とすぐ始まったんですよね。あのもう男性女性、白人黒人で、メキシコ系、あ中南米の人とか殺されて、あの次はアジア系の人かなみたいに思ったんですよ。でそしたらまあそうならずに、まあ犯人が捕まって、でその翌年あのカリフォルニアのベンチュラ郡っていうと、まあサンタバーバラからちょっと南ですけども、でそこではまあ大きな山火事があって、なんか日本のニュースにもまあ出たんですけども、まあうちから近所だったけれども、そんなにあの、まあ、近くはない、まあ2、3日うちの周りこう煙臭いなっていうのはあったんですけども、まあ、命の別状はまあなかったんですよね。でその後日本に行って、で確か私たちが日本にいる間にあの、まあ、ハリケーンカトリーナ、あのかつて私たちが住んでいた、ミシシッピ州のビロクシーとか、まあ、そこの近くだとルイジアナ州のニューリンズとか、まあまあ、本当にえらい目にあってっていう、そういうことがありましたね。で子供が生まれて、子供が3歳だったかな。でその時にドミニカ共和国に、まあ、海外旅行に行ったんですよね。でそしたらその翌年にあのドミニカ共和国の左にある、左でいいんですよね、あれね、エスパニョーラ島っていう島には、まあ、国が2つあって、ハイチとドミニカ共和国で、あのドミニカ共和国が右だったと思うんですけどもね。であの、まあ、私たちはドミニカ共和国の方にあの旅行に行って、あなぜドミニカって言わずドミニカ共和国と いつもフルネームで言うかというと、あのドミニカ国っていうのはまた別にあって、まあ、それも、はい、行ったことあります、はいドヤ顔です。で、まあ、あのドミニカ共和国に旅行に行った翌年にハイチで大地震があったんですよね。まあ、そういうこともあって、まあ、まあ危険なことはまあまああったんですけども、いや私ものんきなんですかね、今年に入るまでそのホリデーシーズンが危険な季節っていうのをちょっと気がつかなかったですね。まあ事故も増えるし、まあ過失とかもあるでしょうからね、お酒の問題とかあればというような感じで、まああのまあ今年のホリデーシーズンをまあ無事にあの、まあ、事故にも犯罪にも遭わずに、まあ無事
過ごすことができればと思ってはおります。まあ、事故でもなければ犯罪でもないですけど、まあ、犯罪でもないってそうちょっとそれ言い切れるかどうか分かんないですけど、まあ、天災、天国の幸い、災難って書いた天災と反対の、まあ、人災ですかね、まあ、それは一応あったはあったんですね。まあ、先月って言うと、まあ、11月ですかね、まあ犬の散歩のアプリでもう何でしょうね、こう本当にまあ不公平なことを書かれたり、まあレビュー読んだ人から見たらなんかまるで私が悪いみたいなことが書いてあってとか、まあ本当に恩知らずな人が増えてきてるのかなとか、まあ、もう世の中が便利になればなるほど人はわがままになって恩知らずになるのかなとかで、まあ、それと同じぐらいに、まあ、私請負報酬、まあ、大阪 の、 無人民泊の、まあ、代行会社ですね、なにわ区の、K という会社ですけれども、はい、代表者の方は A という名前ですかね、はい、まあ、それ以上はね、まあまあ、言いませんけれども、まあ、最後の2ヶ月の、まあ、請負報酬を、まあ、踏み倒されてしまったっていう、まあ、そういうことが、まあ、あったんですよね。そういう人災はあったんですけれども、まあ、事故とか犯罪とか、まあもしかしたらそうですね、請負不払いは、まあ、まあ何かの犯罪に当たるかどうかちょっと分かんないですけど、まあ当たるかもしれないですけども、まあまあムカついたとかそういうことはまああるにはありますけども、まあまあ大怪我だとか命に別状とか、まあそういうまあホリデーシーズン にありがちな、まあ怪我とか事故とかそういうのは、まあ、まあ今のところ情けなので、まあ、このまま、過ぎてくれればいいかなと思っております。まあこの、まあ、ホリデーシーズンを好まない人、まあ、大人の方で好まない人は多いと思うんですけども、まあ、私もそうですけど、まあ、私は、まあ、友達がいないとか家族付き合い親戚付き合いを、まあ、したくないんだとか、まあ、下流の人は人付き合いをしたがらないって、まあ、ちょっとそのどっかで見たことあるんですけども、まあ、私は一応それに当てはまってはいるんですけども、まあそんな感じで、まあまあ、まあ、つまらなビデオ、まあ、もうちょっと何か面白いことをとかも思ったりしますけれども、まあそうですね、まあ無理に明るく振る舞うのか不自然に明るく振る舞うのか、それとも現実のネガティブなことを言うのか、まあ、それともその折衷なのか、まあまあ、ポジティブとネガティブを行ったり来たりになるのか、まあ、ちょっと方向性とか、まあ、特には、まあ、定めてはいないんですけども、まあ、今日はちょっと背景 になるような、まあ、美しい景色が、まあ、あれこれあるので、まあ、今日ちょっとビデオ何本か、撮ってみました。ではありがとうございました。